真剣にやり始めて1ヶ月も経たないうちに臨時収入がどんどん入ってくるようになったんですね。はい、素敵なあなたへ。現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日はですね、みんな大好きなお金の話をしていきたいと思います。これをですね、正しくですよ、理解していくと、どんどんお金を引き寄せられるような体質になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。私自身がですね、全然お金の循環が良くなかった時期というのがかつてありまして、まあ、今も別にそんな大金持ちだっていうことは全然ないんですけど、とはいえ、あ、今月の支払いのために、これだけの金額欲しいなと思ったら、ピンと思ったら、やっぱりその金額だったり、まあそれを超える金額だったり、ちょうどいいタイミングでお金が入ってくるというような循環を起こすことができるようになりました。そう、大量のね、大金持ちだっていう、状態では別にないんですけど、多くの人はですね、別にそんな大金持ちになりたいっていう願望ってあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。私自身もそうなんですけど、私自身も何不自由なく、暮らしていけて、で、まあ、好きなこととか、例えば日用品でも食材でもそうなんですけど、これ欲しいなとか、これ買いたいなと思った時にさっと買える、そんな状況であれば、結構それで十分だよって言う方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で、私自身はですね、そのお金に困っていた時期は食材が買えなかったんですよ。その自分が、あ、これ欲しいなと思う食材が買えなくてですね、もう10円でも安いものをもうちょっとでも安くなればもうそれを選ぶというような生活だったんですね。で、まあお菓子とかちょっとした例えばコーヒーにしても、コーヒーもいろいろね、値段によって味が違ったり、メーカーによって値段が違ったりとかあるじゃないですか。で、自分のやっぱり好きなもの、美味しいなと思うものは、その当時の私からするとですよ、今は普通に購入できますけど、そんな高級コーヒーとかじゃないですよ、普通に何百円かするコーヒーですよ。だけれども以前は買えなかったんですよ。あ、ちょっと我慢しようと、もう我慢と、そのちっちゃな塵も積もれば山となるじゃないですけど、ちっちゃなその出費がまた、家計を苦しめるから、これぐらいの贅沢品は我慢しよう。そう、コーヒーがもう贅沢品みたいな感じで、お菓子とかもそうですね、お菓子とかも贅沢品だから我慢しよう、我慢みたいな感じでやってたんですね。でも今は好きなメーカーのものを、好きなタイミングで購入するということができるわけですよね。全然そんな高くないですよ。1個何千円もするチョコレートとかそんなんじゃないですよ。普通に何百円かする 400g ぐらい入ったコーヒーとかですよ。そう、そんなものなんですけど、それも以前は買えなかったんですよ。以前はそれぐらい私はちょっとお金に苦労してた時期があって、そうで、今は結構割とね、旅行とかも行けるようにもちろんなってますし、あれが欲しいなと思ったら、そんな贅沢品ではないんですけども、あ、ポンと、購入できるぐらいの、お金の循環は、回せるようになってますと。で、臨時収入で言うと結構ですね、まあ、大きな単位でドンって入ってきたりすることもあるわけですよね。あ、今月こう困ったな、大きな出費出ていくなと思った時に、まとまったお金でドンってこう臨時収入として入ってくることも、よくやってくるようになりましたね。なので、まあ欲しいと思ったら手に入るようになったりとか、まあ少なくともお金に困るというようなことはもうなくなってきたということですね。じゃあ私が何をやったのかということも後でお話ししていくんですが、それよりも大前提に持っておかなければいけない、まあ、知識というか思い込みというか、それをお知らせします。まずお金は受け取る準備ができていないと受け取れないんですよ。そう、どんなにいい流れがやってきていても、まあお金はエネルギーだって話をよく私はしているんですけど、そのエネルギーがやってきているけれども自分が受け取るという準備をしていないと、それは流れていくまんまなんですね。もうお金のエネルギーってもう常にいろんなところ、あちこち自分の身の回りをもういっぱい流れてます。もうすごく潤沢にそれはあるんですね。そう、でも受け取れないままでいるっていうのことが、まさにお金のブロックなんですよ。じゃあこのブロックをどうやって解除したらいいのか、日本人に限らずですね、やっぱりお金のブロックがある人たちっていうのは結構やっぱりいっぱいいるんですね。まず、まあ、どうやって解除したらいいのかっていうのは非常に簡単で、自分のところにどん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 やってきていいよと許可することなんですよ。
お金に悪いイメージがあるとこうそれを潜在的にね拒否してしまうので、できるだけお金に対していいイメージを持っておく価値観が大事です。どうやって大事にしたらいいかというと、実際に目にしたり、情報として自分の中に仕入れていったりして、あ、お金は悪いものではないんだという価値観を自分にどん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 刷り込んであげる必要があるんですね。まあ、例えばいいことをしてお金持ちになった人の事例とかをよく調べてみるといいと思います。今私がパッと思いついたのが、その奇跡のリンゴというものを開発というか作られた方、木村さんですかね。この方がどんどん有名になって、本も売れてリンゴも売れて、いろんな、まあ、映画化もされたりとかして、まあ、売れていくという状態じゃないですか。それって、やっぱり豊かさが流れ込んでるわけですよね。で、その奇跡のリンゴって体にもいいですし、人に、いいものなので、それを使って、お金持ちになっていく木村さんをイメージするのは全然悪い気分しないですよね。それよりも人を騙したりとか詐欺をしたり、悲しませるような奪うような行為をしてお金持ちになっているというイメージをすると、当然ですけど気分悪いじゃないですか。だからこそ、潜在的にですね、お金を持つのは悪いことだというのが何かしらの価値観でくっついてしまっている場合があるので、それを浄化する意味も含めて、いいことをしてお金持ちになっている人とか、いい優しい人だったり、いい印象の人がお金持ちになっているところをいっぱい目の当たりにするといいですよね。情報を入れていったりとかして、で、いいことをしたからお金持ちになったんだっていうイメージをどん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 自分の中に入れていくと、お金イコール悪いじゃなくて、いいことイコールお金、素敵なことイコールお金みたいな価値観として自分の中にどんどんアップデートしていくことをお勧めします。そう、ブロックってやっぱりですね、密かにお金は悪いものだとか、お金を欲してはいけない、いやしいとか、そういう思い込みがあるんですよね。そう、日本人は結構いっぱいね、そういう思い込み持ってらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。お金を欲してはいけない、お金儲けをしてはいけないとか、お金を得ようとしてはいけない、お金の話はするな、はしたないとか、そういうやっぱり思い込みっていうのがあると思うんですね。そうではなくて、自分からお金を欲しに行くのではなく、自分からお金を取りに行くとかでもなく、お金が自分のところに来たがってるんだっていうイメージを持つというわけです。向こうがもう来たがってるからしょうがない、いいよ来てっていう、もう迎え入れる感じですね。どうぞどうぞ、もうそんなに来たいんだったら来なさいよと迎え入れてあげるイメージを自分に持ってあげるといいです。自分からこうガツガツ取りに行くとか、奪いに行くとか、そういうイメージじゃなくて、もう向こうから来たがってるんだというイメージですね。はい、ちなみに私自身が実際にやっていること、まあこれはワークとしてやってるわけじゃなくて、思い込みを変えるためにもやってたことなんですけど、今はもうそれが当たり前にもうなっちゃってる、その思いが勝手に出てきちゃうぐらいになってしまってるんですけど、これをワークとしてちょっとやってみましょう。ちなみにこのこれからするワークというのは、お金は一切イメージにも出てこないです。そう、お金というイメージとは無縁のワークで十分なんです。お金をイメージしなくて大丈夫なんです。それでも豊かさはやってくるんで、むしろそうじゃない方がイメージしやすいので、これから あのお伝えするワークをぜひちょっと試してみてほしいんですね。じゃあワーク始めます。まず目を閉じてください。ゆっくり座ってリラックスした状態がいいです。リラックスした状態でゆっくり目を閉じます。はい、そして深呼吸しましょう。はい、深く息を吐いて、で吸う、それを繰り返しましょう。息、自分の息に集中しましょう。そして目を閉じてますよね。目の前の景色、目を閉じていても目の前の景色をイメージしていきましょう。これからイメージします。とっても明るくてキラキラしていて、それこそ天国みたいなイメージをしてみましょう。物質は何にもないです。何の物質もなく天国みたいなイメージ、これはイメージなので人それぞれ違って大丈夫です。正解はありません。自分なりの天国ってこういう景色かなというイメージをしてみましょう。そしてそこには自分自身の体も何もないです。あるのは意識だけです。あるのは意識だけ。そして目の前に、広がっている景色はエネルギーのようなキラキラしたすごく綺麗な色、綺麗な景色です。で、その何にもない景色
エネルギーだけが何か漂っている宇宙みたいなイメージでいいですよね。エネルギーだけが漂っているところにですね、どんどん自分の体があったことを思い出します。どん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 手や足がある、そして心臓が動いている、臓器も動いている、息もしている、目が見える、耳が聞こえる、そんな自分の体を、五感を意識していきます。思い出していきます。ああそうだったと。どこに手を当ててもいいです。自分の体どこかしらに手を当ててください。で、手を当てて実際にですね、正常に動いていることを確認します。ああ動いてる、まあ、一番確認しやすいのが心臓の方ところですね。心臓の部分に手を当てて両手を当てるんです。両手を当てて、ああ動いてると、ドク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 正常に動いている、ありがたいなというイメージを持ちます。そう。そして今日も元気に生きてるな、ああ幸せだな、もう生きてるってことだけで幸せだ、こんなに元気に、心臓が動いて、手足も動いて、今日一日、活発に、目も見えて耳も聞こえて鼻も、機能して口も聞ける、美味しいものが食べられる、そんな状態を今日一日過ごして、あ本当にありがたいなっていう風に感じます。そうで、私の場合はですね、これを、ね、夜寝る時にやってるんですね。お布団に入ってこれをやるんです。そしてそのまま寝るんです。そのああありがたいなという状態のままお布団の中の気持ちよさでどん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 スーッと寝ていくんです。そう、これすごいんです。これ何がいいかって、潜在意識にスーッと入り込むんですね。自分自身のその、そもそも物質ではないところから自分を意識して、そしてその上で物質をまとっている肉体ですね、肉体をまとっている自分をイメージするんですね。で、それでその状態がもうすべて完璧で、すべてありがたいんだという状態で、これは何をやりたいかというと、強烈にあるをイメージしてるんですね。あるということ、ないじゃないです。あるをイメージしてるんです。で、お金ってエネルギーだっていうお話をしました。このあるというイメージをお金にも、適用することができるんですね。そう、潜在意識の方にずっとあるというものが、浸透すると、あ、私には全てがあるんだと。私は全てを持っているんだ。あるんだっていう安心した状態になります。で、それがどん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 お金という豊かさ、お金だけじゃないです、健康という豊かさ、そして人に愛されるという豊かさ、いろんな豊かさを運んできます。そうで、私これ全くお金がない時期からやっていて、で真剣にやり始めて1ヶ月も経たないうちに臨時収入がどんどん入ってくるようになったんですね。で、さらには売上も安定してどんどん上がっていくようになりました。そうで、まあ、売上を上げていくとか、そういう仕組みを作っていくっていうのも非常に、お金の豊かさを得ていくには大事な部分なので、もしですね、その臨時収入だけだと、不安だったり、心もとないっていう方も絶対いらっしゃると思うので、その場合にはきちんと仕組みを、ご自身のそのお金がきちんと入ってくるという仕組みを作っていくように心がけていきましょう。で、あとはその仕組みさえ作ってしまえば、あと何を普段から心がければいいかっていうと、自分自身がいいエネルギーの状態で当たり前に暮らしていたり、当たり前に仕事をしているだけでですね、どん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 その豊かさっていうのが流れ込んで、くるようになりますので、その仕組みによってその豊かさが例えばお金という物質に変わったりとか、あとは、ありがとうという言葉に変わったりとか、そのお客さんという形で、その信頼していただける状態、長く、続くそのお客さんと、提供する側の、関係というのが長きにわたって、作られていったりとか、そういう、ことにつながっていきます。で、私の方はですね、女性でも分かりやすいようにそういった仕組みを作る方法も、お教えさせていただいているので、まあ、興味ある方は LINE の方にも登録しておいていただけると嬉しいです。で、私のチャンネルではですね、こういった気づきだったり、こういう習慣、エネルギーがいい循環を起こす習慣を身につけられるような、チャンネルとして動画を配信してますので、ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。あとはですね、今日のこのワークを、やっていって、多分数日もしていくと何かしら変化が起きてくるはずなんですね。で、その起きた変化をぜひコメント欄の方にも書いていただけると嬉しいです。
でそうやってコメント欄の方に書いていただけると他の方もあ自分でもできるんだという意識につながります。そうすると、どんどん豊かさを循環させることができるので、そうやって誰か自分以外の方にも、そういう気づきだったりそんなエネルギーを送ってあげることができればまた自分に循環してきますので、ぜひですねそういったあの嬉しいお声をですねコメント欄の方にシェアしていただけると嬉しいです。で先ほどですね少し紹介しましたあの私の LINE の方もですねあのもう明日死んでも後悔しないって言えるぐらい今日という一日をですね素敵に生きれるエッセンス、これらが詰まった動画をプレゼントしておりますので、こちらも受け取っていただいて、ご覧ください。で最後にですねちょっとしたお話を毎回しているんですけれども、引き寄せの法則って常に働いてるんですね。あなたが引き寄せの法則とかスピリチュアルとか信じてなくても働いてるんです。まあそれが宇宙の法則なんですけど、例えば引き寄せの法則で有名なエイブラハムという宇宙の存在がですねこう言ってるんですね。自分が選んだ対象に思考を定めていると引き寄せの作用点というのはすごく強力になりますと。焦点を定めるとですよ、あっちこっちに分散させるのではなく一箇所に視点、焦点、フォーカスすることを定めるとすごく強力になりますと言ってます。で、この考える対象があっちこっちに分散してしまっては意味がないですよと言ってます。もうとにかくフォーカスすること、焦点を定めること、これが非常に大事ですよという話をしてます。なのでご自身の思考というのは常に注意して、注意深く観察する癖をつけていきましょう。お金の引き寄せということで、宇宙の法則、意識を変えてじゃんじゃんお金を引き寄せられる体質にしていこうということでワークもご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今日の動画がいいなと思っていただけた方はぜひ、グッドボタン押していただけると嬉しいです。どんどんですね収入を上げていって豊かな状態を作ったり自分自身を安心させてあげたいっていう方はですね、参考になる動画をどんどん投稿しておりますので、ぜひ、明日からもご覧いただければ嬉しいです。それではありがとうございました。